はい、梅です。こんにちは。どうも。はい、今日はですね、2024年の8月の30日ですね。はい、まとまった雑談です。作業をとかしながら聞いてください。はい、今日ですね、ダッフィーのまたグッズの発売で、また転売関係ですね。はい、これでまた Twitter 現 X で学級会起きてましたので、はい、それについての感想、解説を述べてみたいと思います。先日ね、ダッフィーグッズ新作発表になりました。発売ありました。2024年の秋のダッフィーグッズの新作ね、ダッフィー&フレンズのフォールズサウンドインビテーションっていうテーマで、今回は秋のお泊まり会がモチーフでしたよね。で、これ発売になって、また今回もね、大量の転売ヤーが現れて、でね、それで学級会開催されました。今回ね、お泊まり会モチーフのグッズっていうことでね、なんかね、パジャマであったり毛布だったりね、枕カバーとかね、なんかそういう寝具、それからベッド周りのグッズとかが多いのが特徴でしたよね。で、今回もですね、ダッフィーグッズ発売っていうことでね、もうこれおなじみ風物詩、これ転売ヤーと運営の攻防がね、まあこれ何かしらあるだろうなとは、まあ予想というか、まあ覚悟というか、まあ待機というかですね、まあ何かしらあるだろうなと思ってちょっとまあ見てました。で、今回ね、販売方法に関してはね、まあ一応ね、スタンバイパスとかチケット認証とか、まあ1店舗1回のみとかね、まあいろいろとね、細かい制限設けて、まあ販売していたようで、まああからさまなんですね、すごい見にくいこのなんか奪い合いとかですね、なんかショップのね、店内とか商品棚にね、なんか中国人系転売ヤーがもうハイエナのように群がって、なんか阿鼻叫喚の地獄絵図とかですね、この買い物かごいっぱいになんかぬいぐるみをねこう詰めてね、こうなんかすごい見苦しい、なんか見にくい、そういう実況動画とか写真とかはね、そんなに回ってこなかったので、まあちょっとあったかな。まあね、比較的現場はこれまでと比べて若干平和だったようですが、その代わり今回ね、パークのね、入園のゲートのところでなんか一悶着あったようですね。これね、ツイッター、まあ、現 X によるとですね、グッズ発売の当日の朝にですね、ゲート前の入園待機列にですね、大量の横入りがあったみたいで、なんかそのツイート報告によるとね、なんか総勢80人ぐらいがね、横入りしていたっていうね、そういう報告もありました。で、それがですね、動画がねアップされて拡散されてましたよね。なんかね、中国人系の転売ヤーらしいね、女性なんですけどもね、そのまあ主犯か主客か親分みたいなその女性とキャストがね、なんか口論してんですよね。で、その口論してるところがですね、なんか拡散されてましたよね。で、まあその動画ではね、何言ってるかまでは分かんないんですけども、まあすごいなんかそのね、リーダー格の親分みたいな女性の中国人転売ヤーっぽい人はなんかすごいなんか怒ってましたよね、なんかね。まあ多分ですけども、キャストがですね、いやいや、これ大量の横入りはやっちゃダメですよっていうふうに注意をしてるっぽくって、で、その転売ヤーの親分みたいな女性は多分ですけども、いや、こっちはルールを守ってるみたいなね、ルールの範囲の中でやってんだみたいな、まあ、多分そういうような押し問答をなんかしてるような感じでしたよね。で、結局ですね、そのツイートの報告によると、なんかね、結局ね、その注意とかもガン無視で、なんか全員ね、入園していたそうなんですよ。すごいですよね。でね、80人がね、一気に合流してなんかなだれ込んできたわけではなくって、どうやらね、80人っていうのはなんかね、組織的な買い出しか買い付けみたいで、そのゲートの入園ところにね、それぞれ分散配置されてたそうで、で、まあそれでね、始発ぐらいから並んでた普通の一般ゲストとか家族とかファミリーとかカップルとか、そういう人たちの前になんか次々とね、大量に組織的に合流してきて、まあ総勢80人ぐらいの転売ヤーが、まあそうやって最終的にはね、合流してたそうなんですよね。
でそれで結構早い時間に来ていたその家族連れとか友達とかそういう一般ゲストが結局後ろの方になってしまって、まあ、すごいかわいそうで、まあ、気の毒だったと。で結局そのキャストのそういう注意もね、静止も無視してガン無視で押し切って結局全員入園してしまったとのことです。で、まあ、これに関してですね、まあ、学級会というか意見がね出てて、まあ、うん、予想通りなんですけども、結局ね、中国人転売ヤー許せない、ムカつくとか、キャストなんとかしろとか、まあ、どうして入園を許すんだとか、横入りダメだろうとか、ちゃんとルールを守ってる人が損するのはおかしいとかですね、まあみんなの不満がいつも通り、まあ、爆発してましたよね。で実際にですね、じゃあグッズの方はどうだったのかというと、まあこれ今日2日目3日目2日目でですね、なんかツイッターによると結局ね、オルメルの縫い歯とダッフィーの縫い歯が本当にね売り切れになってしまったのかな、品切れなのかな。でまあこのね、今回のこの大量転売ヤーが原因かどうか分かりませんけども、とにかく発売2日目にしてオルメル縫い歯、ダッフィー縫い歯がなんか品切れしてるっていう、そういう報告ツイートがまあありました。はい、ここまでが経緯流れですね。でまあ、これに関してですね、まあ、僕が思ったことなんですけども、まあ、いつも通りのコメントになってしまうんですけども、まあ、今回そのゲートの横入りですよね、要は並んでるところにね、合流ですよね、横入りと合流、まあ、これに関して僕個人的にはですね、まあ、明確に、まあ、禁止というか絶対に NG 行為ではないと思ってます。これは僕は、うん、構わない、 OK かなっていうふうに正直思ってますね。一応ホームページにはね、見るとね、この入園をお待ちいただく際はレジャーシートとか荷物だけの取り置き、荷物だけの場所取りはご遠慮くださいって書いてあるのと、あとは入園待ちの列に並んでるところに合流とか割り込みをするとトラブルの原因となりますので、全員揃ってから並ぶなどのご配慮をお願いしますと、まあその程度なんですよね。まあ一応そこまでは書いてあるんですよ。まあでもね、入園待ちの列にね、合流とかね、あの後からね、あのこうね、割り込むというか合流ですよね。合流っていうのはね、まあよくある話ですよね。まあ例えばですけども、じゃあ車で家族でね、パークに到着して、お父さんだけとりあえず先発でゲートに並んで、後からお母さんと子供たちはギリギリで合流とかってよくあることですし、あとね、なんか部活とかサークルとかみんなで行こうよと計画して、それでこの、ね、自宅からパークが近い人が先に行って並んで、後からメンバーが合流とかね、これ部活やサークルとかでね、みんなで遊びに行こうって言ったら、そういう合流ってまあよくある話ですよね。で僕だってそのミニのファンダーランドでね、なんか DPA 買う時もやっぱり、うん、始発とか早く行ってる人がね、ゲストさんがいて、後から僕も合流って何回かやらせてもらってますから、だからこの合流っていうのはね、まあこれ運営にね、じゃあ合流していいんですかって聞いたら、そりゃね、まあいいですよとはやっぱ言いませんよね。それで、うん、どんどんどんやってくさいよ、構いませんよなんて、そんな答えは絶対に運営もできないし、だからこうやってご配慮くださいとかですね、まあ聞かれたらね、そりゃ、うん、ちょっとあんまやってほしくないかなみたいな、やっぱそういうニュアンスの返事は来ますよね。まあ、なので、まあ、結局これはね、モラルとか程度の問題なんですよね、結局ね。で僕もですね、そういう大量の横入り、大量の合流って逆に僕もね、食らったことありますよ。でこの転売に限らずね、昔からまあこういうのはあるんですよね。例えばですね、カウントダウンですね、昔からありました。のまあ、チームアーリーかどうか分かりませんけども、まあ、すごいね、この前の方に少人数の人しかいないなっていうところにですね、後からドバドバっ
と大量に合流とかっていうのはね、まあこれ転売に限らずですね、まあ何十年の昔からね、まあこういうのはね、まああるんですよね。まああるんですけど、さすがに今回のこの転売総勢80人はもう完全もうこれ組織で動いてて、もう完全仕事になってますよね。まあさすがにやりすぎだとは思うんですけども、みんなの気持ちもわかりますよ、わかるんですけども、まあでもこういうのって規制とか制限のしようがないですよね。だからね、いや家族で来ててお父さん先に並んでますって言われたら通すしかないし、友達同士で来てて仲間が先に場所を取ってますって言われたら、まあこれ通すしかないですよね。まあね、ちょっとディズニーじゃないんですけども、まあ上野公園の花火のね、お花火の場所取りとか、なんか江戸川とか隅田川の花火大会の鑑賞場所のね、その場所取りなんかとは、まあ同じですよね、結局こういうのってね。だから、お父さんの場所取りは OK だけど、転売はダメとかですね、そうやってまあ、線引きというかね、あれはいいけどこれはダメって、これ区別とかできないですよね。まあ、結局ね、すべてのゲストを平等にっていうね、そういう運営でやってるので、あなたはいいけどあなたはダメとかですね、そういう線引きしにくいので、まあだからモラルや程度の問題なんですよね。で、僕もさっきね、そのカウントダウンの話しましたけども、で結局ね、転売に限らず昔からディズニーパークは、ね、みんなそうやってね、徒党を組んで行動してるんですよね。で僕も実際にその10年前20年前にカウントダウンで、まあ、同じようなそういう思いをしてドバッと大量にね合流されたこともあるし、まあさっきも言いましたけど、まあ最近だとね、ミニのパンダーランドでもね、なんか梅さんの始発で行くからあとで合流どうとか、あとホテルアーリーでね早起きして場所取りしてくれてる人がいて、皆さんゆっくりめでいいっすよって言って、そうやって言ってくれたりとかして、なんで、あ、すいませんって言ってね、の僕も後から合流とかありますので、だからこれも1000円の引きようがないので、今回のその転売ヤーのね横入りとか合流とかも、まあどうしようもないですよこれ。だからもうモラルや程度の問題なので、もう僕はもう諦めてますね。諦めてっていうか、もう完全これもう流してますね。でそれ言ったら僕だってまあ人のこと言えませんからね。まあでもその全てのゲストに平等っていうところは、まあでもそこはまあちゃんと守れてるというか、安心というかですね、まあそういうとこでもさすがだなとも思いますね。なんかこれであれはいい、これはダメとかね、やりだしたら、うん、やっぱりじゃあ平等じゃないじゃんってなってしまうし、ある意味平等っていうところでね、正しく運営されてるっていう気もしますよね。まあなのでどうしたらいいかというと、まあ折り合いつけるしかないと思いますよ。まあ例えばね、折り合いの付け方っていろいろあって、まあ、例えばなんですけども、まあ、今回ね80人が本当にね合流したんだとしたら、80人がこれねグッズのために新規で入園してるわけですから、まあこれはこれで運営としては美味しいはずだし、運営ポリシーとしてはやっぱしめしめですよね。やっぱお土産買いにね来たいと、お土産買うためにお土産が欲しいという人に向けて新規のゲストを増やすためにお土産作ってるわけですから、80人も一気に来てくれたら、まあ運営としてもしめしめですよね。まあ、なので、うん、まあ正しく運営できてるってことでもありますよね。で今回この大量のね転売ヤーによる大量の買い占めはね確かになったかもしれないですよ、確かに。で今回のグッズもね2日目から売り切れ、オルメルのヌイバーとかダッフィーヌイバーとかね、本当に売り切れになってるらしいんですけども、逆に言うとそのぐらいで済んでるんでしたら、まあこれも常識の範囲かなとも思いますね。仮にこれがね初日からね大半のグッズが売り切れ完売だったら、ひどい話ですけども、まあオルメルヌイバー、ダッフィーヌイバーぐらいで済んでるんでしたら、まあ常識の範囲かなと思うんですよね。こういうのってね、1日目2日目ぐらいからねグッズがねポツ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 ね完売しなきれが、ポツ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 増えていくもんだから、
まあ常識の範囲内でなだらかに品切れ完売が進んでるとも言えますよね。まあ、なので大量に転ね、あの買い出しの転売ヤーが来ても、まあ持ちこたえてるっていう、そういう考えもありますよね。まああとね、折り合いの付け方としてはまあ他にもあって、まあ、ダッフィーグッズってね、ダッフィーシリーズってもう年に 4,5 種類は出ますよね、春夏秋冬で。だからね、いちいち全部欲しがってたらキリがないんで、まあ、どうせまたね可愛いグッズとかね、そういう可愛いシリーズはどうせまた出るんだから、まあまた次でええやんって言って、まあ自分に言い聞かせるしかないですよね。いちいち全部欲しがってたらキリがないんで、はいって思います。あとは折り合いの付け方としてはですね、まああえて少し冷めてみるのもいいかもしれませんね。例えばね、もう僕もちょっと半分冷めてるんですけども、ダッフィーそこまで興味ないんでね。例えばね、同じくグッズで転売が問題になってるんだと、なんかポケモンのカードとかね、遊戯王のカードとか、ガンプラとか、あとなんかね、あのユニバーサルスタジオでなんかネズコのポップコーンバケットとかね、あるのかな、まあわかりませんけど、まあダッフィー以外にもね、様々なグッズとかがね、まあ転売で問題になってますよね。ね、僕はですね、そのポケモンカードとか遊戯王とかガンプラとかそんなに興味ないので、いやなんかそっちの界隈もすげえんだなーって言って、もうぶっちゃけもう対岸の火事のように、まあ、結構冷ややかに見てるんですけどもまあ最近のダッフィーグッズもそんな感じでですね、ちょっと僕も冷めて見てますね。でまあ今回のグッズ見てて、例えばなんかブランケット毛布とかですね、結構可愛いなーってちょっと思ってますけども、まあ次インした時にまあね、売ってたらラッキーぐらいかなっていうふうにまあ考えてますね。まあ、なので、必死にならずにですね、行った時に並んでたらまあ買えばいいかぐらいで、まあ買えなかったらですね、まあ無駄なもの買わなくて済んだ、消費しなくて済んだって言ってね、あのお金無駄遣いしなくて済んだって思えばいいわけだし、まあどうせまた可愛いグッズどうせ出るんだから、まあええやんって感じかな。まああとはまあ理想としては販売方法ですよね。相変わらずお土産っていうことでね、まあリアルなね入園者増やしたいから、この販売方法をずっとやってますけども、まあ最近ねパークグッズがねディズニーストアとかでも買えるようになってきたので、まあちょっと変わってきてますよね。まあなので、入園者限定っていうのを本当にやめてほしいですよね。普通になんかねダッフィーグッズがなんか通販 OK とか全国のねストアで買えるようになってくれたら理想ですけども、まあさすがにそれは無理かな、さすがにそれは無理かもしれませんけどもね、販売方法もちょっと見直ししてほしいと思いますよね。はい、とかとか思いました。はい、以上です。何かあったらコメントください。じゃあね、ではでは。